ジャスティン・トルドーはカナダの政治家。2013年からカナダ自由党党首、2015年から第29代カナダ首相を務める。第20.22代首相ピエール・トルドーと、その妻マーガレットの長男。ジャスティンは英語読みであり、フランス語読みではジュスタン・トルドーと発音する。自ら主催した集会でダルフール危機対策を呼びかける。 ジャスティン・トルドー・オンタリオ州オーター出身。初代及び第三代カナダ首相ジョン・マクドナルドの末娘、マーガレット・マクドナルドに次ぐ在任中のカナダ首相の子として生まれた史上2番目の人物である。誕生日は弟のアレクサンドルと同じ12月25日。1977年、トルドー6歳の時に両親のピエールとマーガレットが離婚する。 1984年、ピエールがカナダ首相を辞任する。子供のプライバシーを守るという父、ピエールの方針により、モントリオールの親類宅で育った。マギル大学で英文学、ブリティッシュコロンビア大学で教育学の学位を取得する。その後、ブリティッシュコロンビア州で教鞭を取る。マギル大学大学院で地理学を専攻した。2000年、 ピエール・トルドーの国葬の際に28歳になったトルドーは人々の記憶に残る追悼スピーチを行った。1998年に弟のミシェルがスキー旅行中にだれで死亡したことをきっかけに陶器の安全に関わる社会運動を行うようになる。2003年カナダ放送協会のラジオで毎年行われるカナダリーズでトルドーが推薦したのは ジョイス・モールウッドの実話をもとに描いた歴史小説ザ・コロニー・オブ・アンリクワイテッド・ドリームスだった。2000年前後には私立学校ウエスト・ポイント・グレー・アカデミーで教師を務めた。この時期、学校で行われたアラビアン・ナイトをモチーフとした仮想パーティーにてトルドーが顔を茶色く塗るメイクを施しからかう姿が2019年タイム誌で報道されるとトルドーは記者会見にて 人種差別主義者がやるようなことだったと陳謝した。2005年5月28日、モデルで、テレビタレントのソフィー・グレゴワールと結婚した。カナダメディアのパーソナリティとして活動した、元カナダ首相の子供数人のうちの一人で、他には、ベン・マルルーニー、キャサリン・クラーク、トルドーの弟アレクサンドルがいる。父・ピエールとブライアン・マルルーニーは、長年の性的だったが、息子同士には、 交流があり、トルドーの結婚式に、ベンマルルーニーは出席している。ダルフール難民トラギムスタファの隣に座るトルドー2006年9月17日、ダルフール危機対策へのカナダの参加を求めるため、トロントのラムスデンパークで行われた集会を主催した。2006年10月25日、CTV のニュース番組、カナダ AM で、 国家としての認識されることを求めるケベック人たちをどう思うかと問われ、ナショナリズムは思考範囲の小ささからできるものと答えた。この発言は、ケベック州を国家として認めさせようとする、同じ自由党のマイケル・イングナ・ティエフの姿勢を批判したものと受け取られた。2006年の自由党党首選挙の際、ジェラルド・ケネディを応援した。 2006年カナダ自由党党首選挙でトルドーはジェラルド・ケネディを支持した。ケネディは第2回投票で全環境大臣のステファノ・デオンに敗れた。2008年のトルドー2013年のトルドー2006年自由党党首選挙以降、政界進出が噂され始めた。当初、モントリオールのウトレモン選挙区が自由党の強力な地盤であり、 同時に交通大臣のジャンラピエールが辞任し、政治評論家になることから、トルドーの出馬する選挙区として有力視されたが、2007年2月22日に、同じモントリオールのパピノー選挙区での自由党党予備選出馬を表明した。パピノー選挙区での自由党党予備選は2007年4月29日に行われ、トルドーは690票で、時点のメアリーデロスの350票。 バシリオ・ジョルダーノの220票を抑え圧勝した。予備選勝利によりトルドーは2008年10月に行われた2008年のカナダ連邦選挙でブロックケベコアの現職議員ビビアン・バルボと争い当選した。パッピノー選挙区では50年以上自由党議員が選出されてきたが2006年にブロックケベコアに初めて議席を奪われていた。年月 自由党の党首選に立候補したトルドーは、他候補に大差をつけて当選した。当時、自由党は、党勢が低迷しており、2011年の総選挙では、下院第三党にまで交代し、マイケル・イングナティエフ党首が落選するという、ありさまであった。 元首相の息子であり丹精なルックスを持つトルドーは自由党の党勢回復の切り札的存在として大きな期待を集め党首に選出された。党首として迎えた最初の会員総選挙である2015年10月の総選挙では会員解散当初は野党第一党の新民主党が保守党自由党の支持率を上回っていたが10月になると 大麻の合法化を公約に掲げた自由党が支持を伸ばし、184議席を獲得して圧勝した。トルドーは支持者を前に、今夜歴史を作ったのは私ではなく、皆さんですと演説した。トルドーは党首選出時の党員の期待に応え、約10年ぶりの政権学会に成功した。2015年11月4日、トルドーは第29代首相に就任した。 新内閣の組閣に際しては閣僚の男女の人数を同数とした。その理由を問われたトルドーは2015年だからと答えている。しかし後日のスキャンダルの発覚により支持率は徐々に下落し、2019年10月の総選挙では自由党は157議席を獲得し、第1党の座を維持したものの得票数では保守党を下回り、 単独か半数にも届かなかった。11月20日に自由党単独での少数、与党内閣を発足させた。ボクシングを趣味としており、首相就任以前には左肩に入れ墨を入れ、鍛えた肉体を誇示するポーズを撮った写真が話題になったこともある。また、量子コンピューターに詳しい。国家に使えるためには仕事と生活の調和が必要で、あると強調している。 第42回先進国首脳会議を前に来日していた2016年5月25日には公務を1日休み妻と共に三重県の青、峰山を登り山頂付近の小福寺境内を散策するなどして結婚記念日に合わせた休暇を楽しんだ性的マイノリティへの理解があるストレート洗いであることが有名である毎年100万人超が参加するカナダ最大の都市 トロントのプライドパレードに2016年と2017年に参加している。フェミニストを抗原するトルドーは組閣の段階で閣僚を男女同数にした。さらに LGBT を抗原している性的マイノリティも大臣に任命した。2017年11月にはカナダ政府における過去の性的少数者や先住民差別について首相として公式に謝罪している。しかし、 2019年10月の総選挙直前に、そのトルドー本人が過去に数回にわたり、有色人種に紛争をしべししていたことが発覚し、批判が殺到した。2019年9月19日、トルドーは、この件について、当時は人種差別について疎かったとして謝罪した。2021年のトルドー・トルドーのイメージはかつて、精錬気ヘパ多様性尊重だった。 しかし、2019年にカナダ大手建設会社、SNC ラバランによるリビアでの、贈賄疑惑刑事裁判化を回避する目的で、司法長官に圧力をかけた、スキャンダル、上記のマイノリティ出身者を含む、女性大臣二人が、トルドー首相からの圧力や不正への嫌悪による辞任を、受けて、特にトルドー首相に対する期待感が大きかった代から代の女性支持層の間で、 支持率が急落。就任後に難民や不法移民受け入れを進めたが彼らの増加で不満を持った層からの支持率も低下し2019年に他国で申請をすでにした人は申請不可能にする法案を発議した。カナダの公共放送 CBC は社説でこのような法律の変化はトルドー内閣の著しい無知、政治的計算が 背景にあるだけだと強く批判した。2019年12月3日、北、大西洋条約機構首脳会議に出席する。ジョンソン A 首相やマクロン、普通大統領らと会談する中で、トランプ米大統領の陰口を叩いている光景をテレビカメラで撮影されてしまい、トランプ大統領の怒りを買う局面があった。カナダ首相となったトルドーの机の上には、 8000ページを超える書類が置かれていた。TPP の協定内容が書かれた書類である。トルドーの選挙公約には TPP のメリットデメリットについて議会で議論させることも含まれている。2015年11月にフィリピンで開かれた APEC においてアメリカ大統領バラク・オバマは TPP は労働者と環境を保護するための協定だと述べた。しかしトルドーは TPP に関して注意深く、基準までに TPP を調査する必要があると述べた。トルドー内閣は自由貿易を支持しながらも、ハーパー政権によって合意に至った事項すべてを了承するわけではない。TPP には極めて議論の残る項目も含まれている。カナダ国民はこの協定がどの産業にどのような影響を与えるかを知るべきであり、 我々は十分な公開討論を開くであろうと、トルドーは語る。カナダの財界は TPP を推進している。東京都内で2018年1月23日まで開催された首席交渉官会合で艦隊併用連携協定11、各国が離脱した米国抜きで新協定 TPP11 の署名式を3月8日に行う方針で合意に達したことに関して、 スイスで開催された世界経済フォーラム年次総会で演説し、とりわけ安倍首相に感謝したいと感謝の意を示した。トルドー首相は安倍晋三首相が良い結果をもたらしたとして、波外れたリーダーシップと評価した。トルドーは公務員をパートナーだと考えている。トルドーはカナダ人が大事と思うような公的サービスを作るため、また公的サービスに従事する。 人々の誇りの源泉を作るため、カナダ政府が公的サービスを重視しなくてはならない。まずは公務員の労働権利を尊重する必要性や効率的で独立したプロのサービスをカナダ人に提供できる能力が公務員にあるのだと信じる必要性から始めようではないですかと述べた。2015年11月のパリ同時多発テロ事件では約130人の死者が出た。 その実行犯にはシリアからの難民に紛れて欧州に入り込んだものも含まれていた。選挙期間中トルドーはシリアからの難民を受け入れるとしていたが難民に紛れてテロリストも入国する恐れがありカナダ国民の約半数は請求な受け入れには反対している。シリアからの難民のうちカナダが許可するのは家族、独身女性そして子供であり安全上のリスクとみなされる。 独身男性は排除される見通しとなった。およそ12億カナダドルを費やして、ヨルダンやレバノンなどでキャンプ中の難民をカナダに入国させる。その後も難民保護や少数民族の権利保護に尽力しており、2016年に国連で演説をした際、カナダが2度にわたる世界大戦の際に日本、ウクライナ、イタリアなど敵国からの移民を拘束したこと。 ユダヤ人やパンジャーブ人の避難船を受け入れなかったこと、ファーストネーションの人々に対して、はずべき長期にわたって続いた差別を行ったことに、後悔の念を示した。しかし、急激な申請増加を招いた上に、国民からの反発を受けて、2019年4月に、他国で申請したことのある人物のカナダへの申請は、拒否する法律を発議させた。妻ソフィーと一緒に、 トロント国際映画祭にて2008年ありがとうございます。